お笑いコンビ藤原の藤本敏文が10月4日東京渋谷区で乗用車を運転中に別の車と接触物損事故を起こしたことが捜査機関関係者の取り調べで発覚しました。事件当時、藤本さんは当初事故に気づかずそのまま逃走してしまったとされています。しかし接触された車の所有者から被害届が出されたことを受けて警察が捜査を開始し、藤本さんのひき逃げ行為が明るみに出ました。藤本さんは交通法違反、ひき逃げの疑いで警察に逮捕され、現在は取り調べが行われています。藤本敏文さんは事件後自身の過失を認めており、謝罪のコメントも発表しており、この度は事故を起こしてしまい、また事故直後に適切な対応ができておらず浅はかな行動をとってしまい、被害者の方に対して大変申し訳ない思いです。被害者の方にはご多忙の中で直接謝罪させていただく機会を設けていただきました。この度のことで自分が情けなく思うとともに、このような被害に遭われたにもかかわらず逆にお気遣い励ましのお言葉をいただいた被害者の方には言葉では言い尽くせない思いでいっぱいでございます。今後は誠意を持って被害弁償させていただくことはもちろんのこと、自身の在り方を見直すべくタレント活動に関してはしばらく控えさせていただくことにしました。関係先の皆様にも多大なるご迷惑をおかけすることになり大変申し訳ございませんが、被害者の方への謝罪そして自身の反省の時間をいただければ幸いに存じますと所属事務所の吉本興業を介してコメントしています。気づいていなかったとありますが、本人のコメントに事故後に適切な対応ができておらず浅はかな行動をとってしまい、とある点から気づいていなかったのは憶測であって、実際は接触事故を確認した上でその場を立ち去った可能性が高いのではないかと話題になっています。また所属事務所の吉本興業は、弊社所属藤原藤本敏文は2023年10月4日正午ごろ、東京都渋谷区交差点において自身が運転する車両と被害者の方の車両との接触物損事故を起こしました。現在捜査中のため詳細は控えさせていただきますが、本人については当面の間芸能活動を自粛することになりました。本件を受け所属タレントに対して改めて交通安全教育を徹底してまいりますとコメントしており、今回の事件を重大に受け止めている印象です。またバラエティ関係者によると、藤本さんがすでに収録を済ませているのは14日放送予定のフジテレビさんまのお笑い向上委員会、15日放送予定の日本テレビダウンタウンのガキの使いやあらへんで、日本テレビ関係者はガキの使いダウンタウンのガキの使いやあらへんでについてはテロップで収録日を明記し、出演シーンはそのままオンエアするとしており、フジテレビ関係者は向上委員会は現在協議中ですと表明しています。またタレントのみちょぱこと池田美優さんがパーソナリティを務める日本放送みちょぱらの番組公式 X が12日に更新され、藤本さんのゲスト回の内容が変更になったことを報告しました。予定しておりました藤本敏文さんのゲスト回ですが、内容を変更してゲストなしでお送りしますと藤本さんの出演が取り留めになったことを明かしています。7日に更新された X では、秋のスペシャルウィークに藤原の藤本敏文さん登場などと告知されており、ベテラン芸能人の当て逃げ事故とあって今後も事件の影響を芸能活動に大きく受けそうです。今回の事件を受け、カンニング竹山こと竹山貴教さんは12日 TBS 系午後スマの生放送にて、藤本さんと長く付き合わさせてもらっていますけど、そういう風な感じの人じゃない、そこで逃げるような感じの人じゃないんですと主張しました。なんで逃げてるのってちゃんと言える人だから、僕も運転しますけど結果的には当たって逃げたってことになるのでダメなんだけど、きっと気づかなかったのか、たまにあれ当たった当たってないよねというような時もある、もしかしたらそうじゃないかなと個人的な推測としては思う。結果としては当たって逃げたってことになっているので、その部分は反省しなきゃいけないと思います。被害者の方と和解もできたみたいなので、そこは良かったなと思いますと語っています。竹山さんのコメントから、藤本さんはプライベートでは非常に真面目な性格だと予想されます。
何はともあれ藤本さんには被害者の方に誠意を持って被害の弁済をし、地上波復帰してほしいですね。今後の藤本さんの動向に注目です。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。